どうも、竹戸です。宇野です。釣り中です。読むのが遅いです。早くしたい。これどうすればいいと思いますか？読むのを早くしたいっていうことだよね。多分この中で一番読むの早いの宇野さんだと思うんだよね。だからどれぐらい早い読むの？どれぐらい早い？センター試験の英語で何分余りましたみたいな。センター試験って何分でしたっけ？80分だね。半分弱余ったんじゃないでしょうか。まあやっぱ40分ぐらいは多分余るってことで、なんか相当早い。東大も多分時終わりはするよね。はい、します。多分5分から10分ぐらい。5分10分余る？すごい。嘘かもしれないです。でも5から15のどっかの時間余ったと思うんですけど、あんまり覚えてないんですよ。いやでも余ってるとも100点取ってる人だから。どういう風になんか英語やってた？英語を英語のまま解釈する。そのためには。そのためにはみたいな。英語の順番のまま理解しないといけなくて、英文の内容を、じゃあ例えば I like to swim だったら、はい、私は泳ぐのが好きですとかじゃなくて、私は好きです泳ぐのがみたいな感じだよね、はい、簡単な例で言うと。そうです、そうです。素朴な疑問なんだけど、僕とかも結構英語で読む癖はついてるから、長くても構文が難しくなければ頭から意味取れてるんだけど、それこそさ、英文解釈の透視図とかに載ってそうな、なんか半大とか東大とかの和訳問題に載ってそうな、ちょっと構造分解しないといけないですみたいなやつとかは、一回こう頭の中でパズルみたいに分解しないと意味取れなかったりするんだけど、そういうのも帰国だし英語すごい強いし、2人は頭から意味取れてるの？僕はですね、帰国といえど小学校低学年で帰ってきたんで、そういう難解な英語には触れてなかったわけですよ。なのでニュアンス取りしかできないです。そのレベルになるとニュアンスはなんとなくわかりますけど、ちゃんと訳そうと思ったらパズルしないと無理ですね。あ、そうなんだ。宇野さんは？私もそんな感じです。さすがに難しいやつはちゃんと分解するってことで、はい、あ、よかったよかった、はい、どこで切ったらいいかわかんないんで僕もちょっと安心。そこは別に心配しなくていいってことだね。なるほどなるほど。逆に辻永くんとかどういう風にやってたの？アメリカ育ちなわけじゃん、幼少期とは言うのも。まあそうですね、小学校低学年帰ってきて、うん、どういう感覚で身についたの？帰ってきてもインターナショナルスクールに毎週末通ってたりとか、うん、英会話ずっとやってたりとかして、そこでなんか養われたみたいなとこあるんですよね。なんか例えばさ、僕とか違ったらごめんだけど、宇野さんとかはなんとなく英語ができる人から、英語はちゃんと英語のまま意味取った方がいいよみたいなことをどっかで聞かされてて、で意識して英語のまま読もうみたいな感じで、例えば中学校の時とか取り組んでたとか、きっとあるんじゃないかなとか思うわけよ。でも幼少期だったら多分そんなことないだと思うんだよね。幼少期だったらそこだけが残ってるって感じで、そこだけ学んだって感じ。あ、逆に？そうですそうです。なので単語力とかはないんで、なかったんですけど、うん、その英語を英語のまま取る能力だけ幼少期で培ったんで。それはもうない、子供だから自然と身についちゃったってこと。あ、そうなんだ。逆に日本語喋れなくなっちゃったんで。日本語喋れないってどんな感じだったの？アメリカに住んでたんですけど、親になんでそんなことしたのって怒られたとしても、 I don't know みたいな日本語を喋りなさいって怒られるっていうそういう感じですいや、それは別にごまかしてたわけじゃないんだよね、多分本当に分かんないっていう僕のリスポンシビリティじゃないと思うんだけどみたいなっていうのをよく言っててなるほど。話としては面白いけど参考ではちょっとならないかな、まあ、全くならないですね頭から読むのに加えて、うん、頭から読む時もいちいち翻訳しないっていうのが重要だと思うんですよ。確かに確かに。それどういうことって多分気になる人めっちゃいると思うんだよね。日本語で難しい単語が出てきた時に、例えば、うん、統合っていう単語が出てきた時に、統合合わせることって思わないじゃないですか、まあ、確かに確かに。だからなんとなく頭の中の理解で読んでると思うんですけど、だから英語も I like to swim みたいなの出てきたとして、私は好きです泳ぐことじゃなくて、ああ I like to swim なんだなみたいな、まあ、This is a pen なんだなみたいな、 This is a pen なんだなっていう風に読めるようになるのがいいと思うんですよ、うん、やってきたことは結果的にそのためにはなってると思うんだよね。たくさん読む、まあ、たくさん読むか。たくさん読むにしても、その事実を意識しながら読むだけでもなんか違いそうですよね。あ、確かに確かに確かに。英語のまま取らなきゃいけないんだって思ってる人と、うん、日本語訳しながら読んでる人じゃ全く効果は違いそうだな。確かにペーパーブックの宿題とか特にそうだよね。要所の宿題とかだっていちいち訳してたら、だから多読がいいと思います。多読、ね、するとき多分いちいち訳さないじゃないですか、うん、なんとなく意味取れてればいいやぐらいのノリで読むのがいいんじゃないでしょうか。あと個人的なちょっと話になるけど、ここでちょっと恨みつらみを晴らしたいんだけど、これ保護者の方に聞いてほしいけど、学校でペーパーブック要所の宿題が出るときに全部訳しなさいって子供に言うのはやめてほしいですね僕はそれ中2の時に言われても本当にめちゃくちゃ喧嘩したからな全部音読しなさいとか、いや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 、2ページぐらいの英文だったらまだしも何ページあるねんと思って、そういうことを言うのは絶対にやめてほしいですなんか喧嘩になります。まあ、結論としては、英語を英語のまま読めるようにすることが早く読むためには重要で、そのためには
その事実を意識した上でたくさん読む、多読だったりとか英文だったりとか、そういうことが大事ですかね。それで読むスピードを速くしていきましょう。ドン。